コロナ禍が長引く中勤務先の企業に在籍したまま別の会社で働く在籍型出向が注目を集めています奈良労働局では県内の雇用情勢についてコロナ禍の長期化を受けて今年10月時点で一部に持ち直しの動きが見られるものの厳しさが見られると判断していますこうした中奈良労働局が推進しているのが 在籍型出向という雇用制度です今日は県内の経済団体や金融機関で構成される協議会の2回目の会合が開かれました在籍型出向とは今勤めている勤務先との雇用契約を残したまま別の企業に出向する制度でコロナ禍で人が余っている企業と逆に不足している企業との間で雇用を調整する役割が期待されています 会合では異業種を経験することで幅広い知識が得られたこと得られたと評価する意見が紹介された一方企業側からは申請手続きが難しいといった意見が出されていると報告されました奈良労働局では今回の内容を踏まえ制度をより多くの企業に活用してもらえるようにしたいとしています